人格闘技、訳あり 3.0、4日、イコールバトゥー、東京の前日会見が3日、都内で行われた。メインでは、朝倉未来がアドバイザーを務める1分格闘技、ブレイキングダウン、ブレイキングダウンに、出場経験のある、会津の喧嘩屋こと、久保田聡が登場する。この一戦は、逆転賞金マッチで、対戦相手の笠原翔が賞金を久保田に支払い、対戦が実現。この日、久保田の姿は、会場になかった。スペシャルアドバイザーを務めるヘズマ龍は、ツイッターで、久保田聡が試合で、ないみたいなことを言ってないですか？誕生日の時も、選挙の時も来なかった。信用のならない男なので、もし明日の試合に来ないようなら二度と関わりません。大会に出禁にして、救いの手は差し伸べませんときっぱり。そう怒りの声を上げたいズマだったが、自身も大雨の影、響きで新幹線が大幅に遅延し、来場することができず。音声での会見残かとなった。最終的には久保田もリモートで会見に参加。動画で笠原の試合を見たんですけど。大丈夫ですか？あれ？めちゃ弱。そうだなと思ってと挑発。笠原は自分もブレイキングダウンとか試合をいろいろ見させてもらって。久保田をあんまり今日くなそうだなって。お互いそう思ってる中でどっちが今日いいかが見物ですと応戦。また、久保田はヘズマ龍の絶縁宣言にも反応し、縁を切られてもどうでもいいでしょう、笑い。なるべく行くようにしますよと話した。